この動画の撮影日は、5月15日です。先ほどね、ちょっとネットの方を見てたら、九州ね、北部地区、大分がね、早くも梅雨入りとのことです。例年だとね、6月4日ぐらいがなんかこう平均的な形みたいなんですけどね、5月の15日に梅雨入りっていうのはね、なんかね、観測以上、史上ね、2番目の速さだって。なんかこう2番目の速さって言ってもね、なんかね、1950年ぐらいからね、なんか統計取ってるらしいんやけど、自分の経験じゃ初めてかな、こんなに早いのがね。なんかね、九州南部はね、もっと早くね、梅雨入りしてたんで、大分も早いかなと思ってたんやけどね、本当に早かったですね。ということでね、こう棚がね、さっきからこうあるんやけどね、まあ今までのね、動画の中でも何回も説明してますけどね、こういうふうにね、屋根があって、このね、1段目は濡れないんですよ。どんなにこう風が吹いてもね、この棚と、この棚っていうかね、この屋根とこの間が近いからですね。で、この中段、2段目はね、ちょっとこう風が吹くと、やっぱこっからね、こう斜めのね、雨がこう入ってきてね、風が吹くとね、やっぱ濡れてしまうとかいうのはあるけど、まあ通常だとさほどでもない。だけど問題なのがね、このあれなんですよね、3段目。もうすでにね、こういう感じでね、濡れちゃってるでしょ。まあもうそれもね、当然なんですよね。こっからのね、距離が随分あるからですね。この棚の軒がそんなにね、これ長くないんで、ちょっとでもこう、風があって、ピーッとね、こういうふうにね、斜めに雨が降ると、もうこういうふうにね、濡れてしまうよね。ですので、ちょっとね、今日はね、その対策をね、したいと思います。こんなにね、梅雨が、早いんでね、逆に言ったら梅雨がね、かなりまた長くなるとも言えるかもしれませんのでね、ちょっとその対策をね、今から取っていきたいと思います。はい、ということでね、クーがね、撮影の邪魔してますけどね、雨対策とかね、梅雨対策で用意したのがね、こちらなんですよ。こういうね、透明のね、糸入りシートってなってね、透明で明るい、強力糸入りで長持ちって言ってね、こういうやつでね、幅がね、1.8 メーターのこう縦というかね、あれが 0.9 メーターっていうやつです。こういうやつね、こういうこう、ハトメもね、きっちりこういうふうについてるんですよね。で、これを、棚のね、フック、まあ、こういうやつをね、つけてますけどね、こういうこう、フックに取り付けて、それをね、こう、テンションかけて引っ張らないといけないんで、こういうね、キャンプ用品とかで使う、こう、自在金具ってあるのね、こういうやつ。これわかるかな？こういうふうにね、ここにあるでしょ？こう、ちょっと小さいけどね、絵がね。こういうふうにね、引っ掛けると、こう、紐の調整ができるのね、長さのですね。こういう金具と、それをね、金具は、この時代金具をつけるこういう紐。これを用意しました。で、このね、ハトメの穴とね、さっきのね、この金具やな。これの、こう、長さというか、このピッチがね、を測って、きっちりね、取り付けるように、まずはね、していきたいと思います。そして、このシートをね、貼った後に、このね、自在金具とロープを使ってね、テンションをね、こうピンとかけて、取り付ける。そういった感じにね、していきたいと思います。ご覧の通りね、シートをね、一度広げてみました。こちらのね、ハトメにね、金具、だから金具にハトメをこう止めなきゃいけないからですね、一応この長さをこういうふうに測ってみます。だいたいね、あれですね、1780とかそういう感じなんですけど、シートがね、これちょっと伸びたりしますんでね、この端のね、1800ぐらいで、金具ね、フックの位置を決めていった方がいいかなと。ちょっとピンピンに張った状態でね、止めた方がね、いいんじゃないかなというふうに思いますんで、今からね、ちょっとね、取り付けのね、金具を、つけたいと思います。
はい、次にね、この自在金具とね、ロープのね、用意をしたいと思いますけどね。まあ、さっきね、こっちにこう絵があるって言ったんだけど、こちらの裏の方はね、こう、よりこう絵が分かりやすいっていうかね、こうなってます。この金具がね、ちょっとこう、への字に曲がってるでしょ。ですので、紐をこう、下からこう通して、こう、ぐるっとこう、やるんだね。ぐるっとやるちなんだって感じですけど、こう通してね、への字、ね。これを通して、こちらの方に通して、こちらがね、外れないように、こう結ぶんですよね。これ結ぶのはどういう形でもいいんですけどね。緩まなければ OK です。こういう感じでね。うん、で、これをこういう風にするんですよね。で、このロープをこう引っ張っていって、テンションかけると、ほら、ね、こう引っ張っても、これがずれていかないですね。で、長さの調整は、これをね、ビーっとこうずらすでしょ。で、この位置にナッチ持って、ピッとテンションかけても、ほら、動かないでしょ。どんなに引っ張っても動かないですね。だからこの自在金具、要はね、キャンプ用品とかで使うんですけどね、こういう金具があると、テンション強くね、こういう風に引っ張れるんで、これはね、ほんと便利ですよ。ね。こういう風に取り付ければいい。への字をね、こういう風にね。あ、俺左利きやけんね、こう、逆向きな感じがするかもしれませんね。うん。まあ、こういう感じです。はい。これをね、また取り付けていきたいと思います。はい、ということでね、早速ね、シートをね貼っていきたいと思います。もうすでにね一箇所引っ掛けてますけどね、これも単純にねこういう風にね次から次にこんな感じでね、引っ掛けてあげるといいですよね。こうおお撮影しながらのいつもの一人やけんねなかなか大変です。作業しながらカメラも見なきゃいけないんでね。はい、こんな感じですので、テンション強く張るとねたわむこともなくこういう感じになります。で、ほら透明なんでね光も通すからですね。で、その後こちらのね、フックストーンにね、ここのね、こちらからこうフックストーンにこうね、ロープを引っ張ってね自在金具で調整したいと思います。こちらの方もね、同じように、ここからね、こう引っ張って、こちらのね、フックストーン、こういう風になってますからね、これに留めていきたいと思います。はい、こちらでね、完成になります。こういう感じでね、こちらのね、シートに、紐を結んでですね、こちらの、フックストーンね、こういう風にかけるんですよね。金具をこういう風に使ってね。で、こちらの方がですね、今こういう風に、すごいテンション強いでしょ。ね。で、これを緩めるときは、これをこうするだけで、ほら、ゆたーっとなるでしょ。で、これを強くしたいときは、これを上げていくと、いろいろこう、ピンピンにね、パンパンに張るんですよね。うん、こういう感じになります。で、こういう風にね、内側から見るとあるんで、結構ね、風も通っていくと思うんですよ。これがね、このシートがね、こう、真下にこうあるとね、ちょっとね、厳しいかなという気がします。もう風を遮ってね、こういうふうに斜めになってるんで、いい感じにね、風を逃がしてくれるんじゃねえかなというふうに思ってますけどね。はい。こういうふうにやるとね、3段目はね、ほぼ雨を防げると思います。ね。軒がここまであるのと一緒だからですね。うん。これがね、あんまり下までない方がいいですよ。なぜかというと、やっぱり風をね、こう抜けさせなきゃいけないから、本来であれば、これはですね、これがまあこっから90センチありますけどね。まあ実際どうでしょう。60センチぐらいでもいいかもしれませんね。それでも随分、雨の方は防げると思うからですね。まあこれはもう既製品であったんでね、これを使いましたけどね、こういう風にやっていけば、今年のね、長梅雨もね、徒長をね、することもなくね、光は通しますんでね、なんとかね、乗り切れるんじゃねえかなと思います。
こっちの方はね、向こう側のメインの棚の方はね、こういうふうに家があるんで、こちらほどではないよね。こちら結構風も強いからですね、ちょっと雨が当たりすぎるんで、まああっちもちょっとやっていいですけどね、うん、こういう感じで、メインの棚はやっていこうかなと思います。で、こちらのね、なんだこうリエルさんのね、肝心要のこっちのね、雨対策はね、またちょっとね別の作戦を考えてるんで、そちらの方はですね、またあの別の動画でやっていきたいと思いますので、そちらの方もね、またご覧になっていただけると、嬉しいです。はい、というようなことでね、今日のね、動画は、終わりたいと思います。本当ね、ちょっとね、長梅雨になりそうなんでね、皆さんもね、まあ自分はこういう感じでやりましたけどね、まあ何なりかの、対策をね取られるといいんじゃなかろうかなというふうに思います。はい、というようなことで、このチャンネルがね、いいなと思っていただきましたら、グッドボタンやね、チャンネル登録とかしていただきますと、また投稿の励みになりますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、それではまた。